あ、もうそろそろ終わりましょう。新郎もあるし楽しかったね。エクストラゲームで2試合も脱出できたからもう、あの、まあ、同じじゃねえけど満足。ああ、そう。俺もそう思う。探すべき。どういうこと？3人でやろう。こういう時はいいと思うよ。一気に。事情が事情なだけに。堕落。あと、プレイの仕事を忘れてるっていう。そろそろ堕落も切れるでしょと思ったら切れてね。倒れた、堕落切れた。これがチャンスタイム。真ん中がついたから。どこどこどこ。見えねえ。タイム。本当に見えない。向こうの方でいいの。ずれ気味だったような。ゲートに任すしかないよね。初期ショーっぽかったけど。でも来ないってことは、ジャンプしてる可能性があるから、なおさら回そう。発電機回ししかねえだろう。もう冷酷なまでに。デッドロック。なんだこのデッドロック。あ、違うわ。引っ張る。もう仕方ない。なんだよ、これ。無駄でしかないじゃん。使えよ、これ。この状態で使わなきゃ何の意味もねえから使えよ。元気になんないと意味ないから、もう無駄なことしてる暇はない。ちゃんと見ないといけねえ。たばんなよ！マジ使えねえよな。本気で使えるやつになってほしい。全方位、全方位ってわけじゃないんだから。
ればいいのに使わねえしよ。マジ無理だもん。で、広範囲にわたってあれをつけまぐってるっていう。直さないでつけまぐってるから触れないっていう。無警戒だし、救助おっせえし、トンネルしてるんだからもう次の発電機回してほしいのに次が回せねえっていう、この、難しい状態になってるし。向こうが、多分。ここが回ったのが逆の意味で痛いよな。で、こいつ宣伝回さねえじゃん、結局よ。だから言ってんだろう、あんなとこ意地張って回すんじゃねえって。意地張って回すとこじゃないって。我慢するしかねえんだって。一員落ち着け。どうせ俺のプレイスタイルだと合わない。だからさあ、なんで長期戦が選べねえんだろうな、使えねえ奴らって。ここ回したとこだっけ？これ回したとこじゃねえ？違う？これ。ダメだよな。全然選べないんだよ。いやー、納金プレイがひどすぎて言葉出ねえわ。納金プレイがひどすぎて言葉できねえわ。言葉になんないわ。納金プレイがすごすぎて。これ見てるだけで多分ね、普通の野良って、俺からするとやーべえなーって思う。納金だから何も考えねえんだろうね。いや、回ってねえとこやったらいいじゃん。範囲広めたらいいじゃん。納金プレイしないでも行けるところ探したらいいじゃん。いやーもう何しろってのこの盤面だよ。待ってくれよ。これが力の差よ。常に安全なところを探そうとする人と、もう納金スーパープレイを重ねる奴らと。もうさあ、何回目だよ。何してんだよ。無理に決まってんだろうよ。ひどいだろうよ。発電機回す、救助はする。俺、どうすりゃいいんだよ、この状況でよ。
ああ、疲れた。ここまでお膳立てしたぞ。折れてんじゃねえぞ。なあ、スーパープレイヤーってすげえだろ。お膳立てしてやったぞ。スーパースターってすげえだろ。これこれヒルちゃんデッドアライスーパース、よし、美しいプレイヤー、見たらわかる、見たらわかる。デッドバーの10番、サッカーで10番、視野が広く全体が見えてるっていうプレイヤー、発電機回してる位置を見ればわかる。まあいけるいける、諦めるな、よし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 、ありがとうございます。よし、気持ちよくできたかな今日は。うん、楽しかった、楽しかったっすね。でもね、最初に真ん中回して苦難の道が待ってたけど、みんなゴリゴリ脳筋プレイやってんだから落ち着けばいいのに、少しでも少しでも